スターマン焼きを3つください。はい、改めましてお久しぶりでございます、緑です。今日はですね、お久しぶりに何をしたかと言いますと、たい焼き屋さんの栗コアに行ってきまして、横浜の何店舗かでですね、リービースターマン焼きを焼いているとあるということで行ってきまして、買ってまいりました。でですね、今ですね、2月限定でリービースターマン焼き販売しているお店が、港未来店と上大岡店と横浜の東口店、あのポルタのところですな、で販売していまして、今日はですね、ポルタのところで買ってきましてですね、というわけでですね、久々にリービースターマンに会えるということで買ってまいりました。と、袋までちゃんとね、ベイサスなんだね。さあ、どんな姿をしているのかな。味がね、港未来店はカスタードとチョコレート、そして上岡店はカスタードが14日までと、いちごミルククリームが15日から28日まで、そしてポルターチョコレートが28日までとなっているそうなんですが、詳しい内容はですね、横浜栗公園のツイッターとかインスタとかを見るのが良いかと思いますよ。ではわけですね、私は今回は横浜東口ポルターの栗公園行ってきましたんで、中はチョコレートということですね。ちょっと初めてですね、見てみましょう。見えるかな一応ね、スターマンにはなってますな。ちょっと開けてみましょうか。ちょっとね、真ん中から一回パクッと開けてみましょう。まあ、こんな感じでたっぷりとチョコレートあんが入っているということですね。いただきます。おいしい、おいしい。おいしいよね、栗コアンって。ぜひお近くに栗コアンがありましたら、ぜひスターマンを探してみてください。おいしゅうございました。久々にDB スターマンに会えて、よかったねずっと音さ出さなしで横浜の風景だけが流れていて、すいませんでした。いろいろ片付いたんで、2月からはガンガンとアップしていきたいと思います。紹介したい横浜の街もありますんで、というわけでこれからはちゃんとアップしますんで、ぜひ見てください。それではまた。